こっちの方がフルフラット、こっちの方が広そうですね。だからこれはもう津軽の四駆のさ、電子制御もうまいんだよ。まあ確かに。スバルのね、アウトバック。これアウトバックっていうのはレガシーなんですか？レガシーアウトバックって昔は名前がついてましたけど、今もレガシーアウトバックってついてるのかな？はい、これはじゃあスバルのレガシーアウトバックで、じゃあ千葉スバルの、失礼します、お名前は千葉スバルの吉田さんです。はい、吉田さん、はい、吉田さん、教えてください。はい、これは、はい、スバルのレガシーアウトバックになります。はい、テリーさん、はい、一応凛太郎君もちょっと行かせてください。凛太郎さんね、無理、まるでいなかったみたいな。ぼっさり行かれるの。凛太郎さんね、もう寒いんですよ今日。何もさ、俺ね今日ね、レーシングスこのねスーツする必要なかった気がするんですけど。ないよね、今日。なんでここでレーシングスーツ着てるんですか？僕はあの、まあ、千葉スバルさんに今車を今回持ってきていただいたのは、はい、僕今千葉スバルさんと一緒にレースをやってるんですよ。千葉スバルって、そうですね、スバルのディーラーチームと一緒に今レースをやってますし、 あ、 いいす、ね、あと僕今年あのスバルチームからニュルの24時間にも行くので、おお、スバルドライバーにもなれたので、ちょっと今あの形から入ろうかなと思ってます。ね、これちょっとあれですか、アウトバックのちょっといいところ教えてください。スバルといえば水平対向エンジンを積んでおります、うん、はい、そしてこの水平対向エンジンがあるからこそ、シンメトリーから左右対称の、うん、あの重量配分になっていますので、うん、雪道でも安心して乗れるという車になっています。フラット方ですね。はい、その子は何ですか？はい、ご紹介させていただいてもよろしいですか？はい、これは千葉スバルのマスコットになります。チバルという名前になります。はい、わかりました。私はなぜかというと、こういうほらピーナッツ持ってる、はい、あ、本当だ、そうです。千葉の名産ですね。そうです。俺さつまいもかと。違う、だそれダメですよ。ピーナッツ、僕ほらウサギではなくて、あの今日妖精ということで、妖精、申し訳ございません。ちょっと改めて、はい、あの、はい、雪道に強いってことなんですけど、うん、特徴ですね、はい、あのこのアウトバックはスバルのラインナップの中でも一番最高級な、うん、一番グレードが高い車になります。で、はい、やっぱりスバルといえば四駆、うん、でこういった雪道だったりとか、うん、荒れた路面には強い車なので、うん、最上級の車で乗り心地もいいし、うん、安心安全して走行、どんな状況でも走行できるというのがスバルの良さだと思うので。レモングとは違うの？ちょっと違いますね、はい、あの SUV としても、一番車格も大きい乗車の車になりますし、うん、大きいんだ、はい、なので荷室だったりとか、あと内装のシートとかっていうのも、ちょっと見ていいですか？はい、自慢を見せてるぞ。はい、凛太郎さん、ここはこれ使ってんの？こんなの、あ、これは STI が出す、パーツで、あの爪の傷跡が使ってる。爪で傷つけちょっとね、カーボン系のね、おしゃれ、おしゃれ。あ、中もかっこいいじゃないですか、ツートンにして。なんか高級感で、高級感、はい、これはいくらすんの？はい、こちらはリミテッドというグレードになりまして、はい、440万円からという形で。あ、いいじゃん、いい、まあ500万だね、はい、いいじゃん。あ、なかなかいいよ、なんか高級そうだよ、色合いが。はい、ちっちゃい、これあれ見てください、ほらアクセルペダルとかブレーキ、ほらスポーティーだよ。 なんかちょっとね、アルミカバーが削り出しみたいな感じで、なかなかスポーティー、うん、グレードとかオプションで内装の色は変えられるんだ。何色か選べます。これ2リッターターボ、リンタルさん、2.4 リッターターボです。あ、じゃあトルクあるね、はい、営業マンみたいに喋ってるよね。今ここでアピールしないと、はい、今年の活動に関わるちょっと後ろ見させてください、うん、後ろ。おー、なるほど、いいじゃん。まあで、ね、この車僕ね、いいなと思うのは実は、うん、これね、後部座席にもあのシートヒーターがね、そうです、ついてるんでね、はい、これはもう普通高級車じゃないとなかなかつかない。あ、そう、つかないですよ、贅沢だね。なかなかないよね、ないですよ、後ろのシートヒーター、ヒーターは他のあのアウトバックだけじゃなくても、今スバルは後ろのシートヒーターついてる車で。そうなんだ、はい、USB とかもね、しっかりついてるから、はい、後ろ結構広い、もう狭さがない。あ、このポケットいいね、ほら、スバルは二重でダブルでさ、これなかなかいいよ。 SUV でということで、まあ、アウトドアを存分に楽しんでいただきたいところもあるので、うん、やっぱり荷物を雑に積んでも傷がつかなかったりとか、うん、じゃあ営業の方頼みます。ね、これそこ、これは広いわ。これはさらにあれですね、うん、これちょっと取っていただけますか、すいません、営業の方、営業の方、わかります？吉田さん、俺これわかんない。あ、どうします。本当に広報ですか？一応レーシングドライバーもやらせていただいてて、すいません。エンジンはオプション2.4リットルのターボ、これはですね、1.8リッターのターボ。あ、これは 1.8 リッターターボ、こういうところもあります。 1.8 リッターターボで、はい、
さっきこいつ嘘言ってた自信満々に俺に 2.4 リッターターボっつったのもうさ、レンタルさん2.4 リッターターボ2.4リッターターボ燃費14キロ、まあまあですね。いやいや、年14キロってことは11ですね。あもうこれでもさすがですね。あのかなりやっぱフルフラットになってっから、あの先ほどのラングラーも寝やすかったんですけど、うん、こちらの方が、まあねね、寝るのねあれじゃないですけど、としてはこっち側の方がいいかもかんない。いや寝るんだったらこっちの方がいい。ねいいですね。うんうん、僕何世代か前のアウトバック持ってたんですけど、うん、よく車中泊してました、ね、でも足ギリギリ伸ばせて寝れます。それはお前嫁に嫌われてるから、ね、違います。お金なくてホテル取れなかったんでひたすら車中泊してました。土屋さんにねもう一回寝てもらいます。なぜかというと土屋さんに寝てもらうと、はい、先ほどと差が出るから。なるほど。長さ、あ、ごめんなさい。いやこれは全然こっちの方が、あ、こっちの方がフルフラット、あ、そうですか。そうですね。こっちの方がで、ね、前に実は枕をね、はいはい、あの置けばもう十分でね。まあ、確かにそうです。そうそう、なんか凛太郎が車中泊してたの分かる。分かるね。そうなんです。アウトバックオールシーズンタイヤで行ってきたいと思いますけれども、オールシーズンで軍災は危険だな。ね、本当そうだよね。だからこれはオールシーズンタイヤでも普通に走れますよっていうことだよね。そうですね。そう、普通に移動ができますよっていうタイヤだよね、はい、雪道で。そうですよね。そう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 。だからまあ四駆に限るけどね。まあそうですね。四駆だとオールシーズンタイヤで雪道も走れますよっていうこと。なるほど。これ FF とか FR だったらオールシーズンなんか絶対無理。確かに FR は無理そう。うん。今これスバルの車って売れてるんですか。はい、おかげさまで好評いただいております。全然売れるってスバルは。何が売れてるんですか。レイバックという車が出てまして。あ、そうだね。レイバック、はい、出たやつ。はい、そうですね。レイバックね。レガシーのこのアウトバックってでかいじゃない。はい。小さい方が良くないの。そうですね、今はナンバーにこだわって作らせていただいたんですけど、雪道なんてさ、重い車よりも小さくて、うわ、押してちゃう。そうですね。軽い車の方がいいに決まってるじゃん。はい、はい。そうですよね。そうですね。押してっちゃうのかな。やっぱり安定感っていうところでやっぱり重さも出てくると思いますので。で、雪道は重い方がいいよ。はい、そうですね。トラクションかかる。トラクションかかりますよね。そうそうそう。ただ止まんないだけですよね。そう。下りがね。危ない。土屋さん。はい。土屋さん、どうですか。いや、だけどさ。え？スバルがいいのか、オールシーズンタイヤのレベルが高いのか。うん、普通にこんな上り下りで、うん、普通に走っちゃうっていうのがすごいね。確かにね、うん、だからそこはもうスバルなのかオールシーズンタイヤなのかは分かんないけど、これはすごい技術だよ。確かに。でももう一つ、はい、土屋さんのさテクニックがすごいから。それはそうですよ。いやこれサイドついてたらもう全然もっと速いよ。いやでも一般の方って今もうサイドブレーキのさ車ないじゃん。もうトヨタぐらいだよね、ちゃんとつけてるね。ないですね。横になっちゃったもんね。みんなね、電動パーキングになっちゃって。そうそうそう。あ、でもすごい、すごいですね。こんだけいけんの。うん？いや、すごいと思うよ。だからさ、飛ばさない人だったら、雪なんかでも、この軍災でさ、普通に走れちゃうんだから。うん、全然オールシーズンタイヤでいいよ。いい、いい、いい、全然いける。ほら、でも考え方変わりましたね。うん、だからこれはもうスバルの四駆のさ電子制御もうまいんだよ。まあ確かに、うん、ちゃんとこう今のエアピンなんか結構急だからさ、うん、そこを普通に登ってっから、その辺のやっぱりその電子制御の技術力っていうのは大したもんだよ。あとはまあ今日雪も結構いいですからね。あ、雪質はこれいい。これでもさ、オールシーズンタイヤってすごいな、今の。昔はさ、お前軍災で登っていかなかったもんね、昔のオールシーズンタイヤって。これ結構スピード出してんじゃん。後ろに乗ってると、うん、このこっちの車の方が楽だね。楽ですね。そりゃそうだよ、そりゃそうだよ。やっぱ低い分さ、安定してる。ラングレーよりも低いから、うん、その
ということで、ありがとうございました。いや、びっくりだ、うん、うん、これはいいぞ。いかがでしたか。レボーグだっけ、アウトバック、アウトバック、はい、レガシーアウトバック、アウトバックの方はやっぱオールシーズンタイヤだから下りが怖かった、うん、下りがやっぱりね、そのブレーキだとかハンドル切って長くに対して入っていかないところが割とあるから、うん、だからスタッドレス履いてくれればもっといい車だろうなって褒められるんだけど、うん、やっぱね、でもオールシーズンタイヤってこんなレベルまで来たんだね今ね、うん、昔はさ軍災なんかもちょっと走ったら上りが上っていかなかったもんね、うん、だからその技術力、スバルがすごいのかダンロップがすごいのかわかんないけどやっぱ技術力って今の時代すごいね、うん、だから900万と500万でしょ、うん、それなりの値段だと思う俺は、うん、ね、どういうこと。俺だから AMG のさ、うん、あのゲレンデと比較したりして、うんうん、かっこいい、一緒じゃない、かっこいいなっていう武骨で、うん、ね、で900万で買えちゃう、うん、こっちはこっちでレボーグはアウトバックです。アウトバックは普通にもう This is スバルで、うん、もうほんと雪道全然怖くないしさ、うん、ね、いや僕はね、まあ、土屋さんの運転っていうのがすごくあって、はい、前のまあ新井さんがね、まあ先導したんだけど、うん、土屋さんほどみんなは一般の方は運転テクニックないじゃないですか、うん、ともっと普通の走りしますよね。あ、そうです、ね、今雪道であんな飛ばしてる人っていうのは、うん、いない、日本に6人ぐらいしかいないそのうちの2人がいる、そのうち2人ここだからだからそういう意味で言うと、もっともっと安心してね、うんうんうん、このオールシーズンタイヤを履けるなと思う。で後ろに乗ってると正直言ってアウトバックの方が、うん、まあ乗ってて楽だよね。まあね、重心も低いですし、うん、体は楽ですよね、うん、ただ自分がドライバーとして乗った場合はラングラーの方がもしかしたらアイポイント高いから楽しいかもわかんないね、うんうん、そうだね。あと多分家族乗せるようなことだと、うんうん、逆にもしかしたらアウトバックの方が後ろに乗せるね、うんうん、ちびっ子たちは喜ぶのかな、うん、だそうだね。広さで言えば大きさだとラングラーの方がでかいんだけど、うん、アウトバックの方が2列目は広いんだよね。あ、確かに。だから子供はそのスバルの方が、ね、アウトバックの方がいいかもしれない。ただやっぱね、車中泊みたいなね、ああ、そうだね、うん、なんかキャンプなんか考えるとね、どっちがいいか、あともう外でテント張ればいいんだから、まあ、うん、こっちはやっぱ家族の車よ。まあ確かにね、レボーグアウトバックです私が乗るんだったら3回間違えてクロストレックぐらいでいい。いや、俺は引き出してるの、広報さんを引き出してるの、僕今アウトバックしか言ってないまあそういうことで、はい、ね、はい、よろしいですか、はい、はいはい、ではロイクさん、吉田さん、久保さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね、これ雪道でいろいろ楽しみたいと思います。どうさよなら。さよならお知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦しているじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ひろきさん、どんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当に一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてでトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして、お、そしてブレスと、ブレス、あ、ブレスさんですね、はい、ね、はい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてすべてやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。中古車買取本舗、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。
中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。